本日の動画オズモアクション5プロ晴天の映像比較。久しぶりの晴天の金沢市です。本日は香り動画ではございません。アクション5プロの晴天比較映像です。主にポケット3との比較です。一連の流れを Vlog 形式にしており、各箇所は概要欄のスキップ目次をご利用してお楽しみください。昨日天気が悪かったので再度トライします。アクション5プロで撮影に行きます。なんとアクション2のアクセサリーが全て使えました。アクション2のウランジ製のアクセサリーが5でも使用できました。これは嬉しい。アクション2のこのマグネット部分が使えました。これは感激、嬉しいです。こんな感じです。最高。またネックマウントに使っているマグネットも使えました。延長ロッドの取り付けは少しコツがいります。アクション5プロの熱停止問題や長時間長回し時間は他の方が紹介しているのと大変安定して心配しなくてもいいので検証を除外します。本日晴天なので晴天時に Vlog 撮影に適しているかの確認も兼ねて撮影します。主にポケット3との比較ですが、インスタ GO3 とアクション2も最後に登場します。ちなみにスマホホルダーですが、こちらは大変重宝しており、スマホを挟む際にストレスがないです。本日は金沢の男川と呼ばれている犀川河川敷で撮影します。早速 DJI 限定トートバッグでお出かけ。もはやDJI 信者です。犀川緑地到着。緑と川と晴天で最高の状態。本日の撮影機材です。フル HD 画質でアクション5プロとポケット3比較。さてどちらがどちらでしょう。フル HD 画質の普段の Vlog はこの実用サイズで十分です。個人的には普段使いはこのサイズでしています。走ってみます。個人的には空の青みが好きなので、アクション5プロは好きな色合いです。ただポケット3の色のシャープさや鮮明度は1インチセンサーですね。4K 画質でアクション5プロとポケット3の比較。さてどちらがどちらでしょう。
走ってみます。4K 画質アクション5プロとピクセル8プロとの比較。さてどちらがどちらでしょう。 4K 画質、高画質での比較です。白い鳥が飛んどる。ピクセル8プロやるな。ピクセル8プロはポケット3に画質が似てますね。走ってみます。手ブレはアクション5プロが強いね。4K 画質と 2.7K 画質、4台で検証。使用機器です。アクション5プロの空は鮮やか、ポケット3は明瞭って感じ。アクション5プロの10ビットと8ビットの違い。この撮影は17時頃の夕方です。街歩き手ぶれ検証、帰り道、POV 撮影、ネックマウントにて。街歩き手ぶれ検証、帰り道、POV 撮影、ウランジネックマウント。風切り音低減、こうは結構強力かも。結構、風は吹いています。足音も若干低減されているかも。街中撮影では手ぶれを重視。
これなら街歩き Vlog もいける。これだけ写れば十分です。今後の撮影に活用します。熱停止とバッテリ持ちがいいのでこの安心が一番。今後ポケット3と使い分けていい動画を作ろうと思います。それでは晴天の検証でした。長時間動画ご視聴ありがとうございました。また見てね。